はい、ということでホンダアクティバンのね 4WD の、モデルになりますけども、平成29年式のモデルになります。走行距離、2万キロ前後ぐらいで、購入しまして、いやなかなかね綺麗ですよね。こんな感じでねぐるっと見てみますけど、で、四駆の五速マニュアルになります。いやーこのねホンダのアクティバン、なんで決めたかっていうと、MR なんですよね、エンジンの設置位置がね、こんな感じでね、ちょっと仕事で使っちゃったんだよね、もう少し汚れちゃってますけど、先日ね、ホンダの CBR600WR ね、PC40 になりますけど、積載可能でした、乗っかりましたね、こっからこう斜めにやることによって、まっすぐだとギリギリ入ったんだけど、これがねちょっと当たっちゃってダメだったんで、なんか考えないとなんですけどね、仕事でねこの広々2台を使えて、実は軽トラがね良かったんですけど、エブリのね、エブリじゃないや、キャリーのスーパーキャリーっていうね、ちょっと、キャビンが広いタイプのものをね購入したんですけど、実は、不慮のね事故に見舞われまして、10-0 でね僕の方が、保険金でね全部賄えるような形で、この車に、交換っていう形になりました。やっぱねこだわりの軽バンということでね、 MR っていうのはちょっといいですよね、やっぱね。ふい、こんな感じになりますね。よいしょ、これで後席も使えると。よいしょ、そうするとこんな感じで、ルーフはハイルーフになりますね。ちょっと天井高い感じです。はい、まあ見た目ね、結構見た目はまあそんなにね、かっこいいって感じじゃないですけど、なんか味があっていい感じですよね、という感じで、実際にじゃあちょっとね乗ってみましょうかね。最後のね MR ということで、軽自動車のねホンダの MR ということで、非常にね乗り味も快適なんでね、じゃあ乗ってみましょう。扉がねちょっとちっちゃいんだよね。よいしょ、こんな感じ。コックピットはまあちゃんとねホンダ車らしくタコメーターがねついて、これがねまあやっぱ雰囲気をね醸し出してていいですよね。よいしょ、そしていろいろね電源つけてやってますけど、5速のマニュアルになってます。まあ結構小気味よくギアチェンジはできるかな。この2速から3速がね、1速2速3速4速5速のバックギア、こんな感じでございます。そしたらエンジンを、こんな感じでしたね。エンジンがねフロントのシートの後ろについてるんで、音はね後ろから聞こえてきますね。かなり後ろの方から、よし、はい、いやでもね軽自動車なんでね、
まあ力はそんなにないんですけど、やっぱりね僕はもうマニュアルに慣れちゃってて、まあゆっくり走れる、ゆったり走る分にはね全然問題ないですし、ちょっとトルク欲しいなっていう時はギアをね一段下げて、加速もねちゃんとグイッとついてきてくれるんでね、まあ一人で乗る分にはねこれで十分ですよね本当に。でまあ MR っていうことでね、非常になんというか軽自動車なんですけど所有欲もね満たしてくれるっていうね、非常に、僕にとってねまあ一番いいかななんていう感じになってますけどね。結構引っ張り気味にすると結構エンジン音もね40だったりしますね。僕は結構この音はエンジン音が好きですね。なんかねマフラーが適当なものがあるといいんですけどね、車検対応で音もそんなに爆音じゃないようなねちょっと質感が高くなるようなマフラーがあったりするといいんですけど、まあやっぱ軽自動車のバンってなるとねなかなか対応品も少ないんでね、もし何かあったらつけてみたいなーなんてのは思ってますけどね。でホンダのこの四駆っていうのがねちょっと珍しい形式でして、トルクが足りなくなった時に必要な時だけ四駆に自動で切り替わるっていうものになってるんですよね。普段は肉なんですけど、こうなんか空転したりとかしてそれを感知すると四駆になるとかね、なんかそういうちょっと詳しく調べてないんでどんな感じなのかわかんないですけど、四駆の切り替えスイッチみたいのがついてないんですよね。自動で切り替わるシステムになっているみたいですね。まあでもこのなんていうんですかね、エンジン形式ね、スバルのサンバーがね2012年でしたっけね、本当に純粋にスバルのサンバーっていう、まあ、バンもね軽トラもそうなんですけど、あれはもう RR でねディアエンジンディアドライブのもうバチバチのねポルシェみたいな駆動方式でしたけど、まあそっからも全部ね FF になっちゃってますし、となるとね残された砦というかね、MR のねこのホンダのアクティっていうのが、まあ、ついこの前までね生産されてたんですけど、それも何年だったかちょっとあれでしたけど、つい最近やっぱりもう製造中止になっちゃって製造終了になっちゃって、もうMR とかね RR 形式の軽自動車っていうのはもうなくなっちゃったんですけど、唯一ねケータハムのあれは7あるのかな、まだ FR かだったか MR だったかね、そういう面白い車がなかなどんどんね消えてってしまいますよね。ちょっと寂しいところですけど、まあ最後のねこの軽自動車バンになりますけど、ホンダの MR っていうことでね、まあ NSX ですか農道の NSX なのか農道のフェラーリなのか知りませんけど、アクティをねちょっと選びまして、今後ね乗っていきたいかなと思います。でちょっとね外観に関してはね、実はカスタム予定ありまして、相模原の方にあるブローっていうところでね、結構外観をね派手に変えられるっていうカスタムができるようなんで、まあ、ちょっとそこと今相談してまして、見た目もね、僕好みに変えていけたらななんていうのを思ってますんでね、まあいろいろとちょっとバイク絡みもねありますけど、この前ね CDR の 600WR をね個人売買で、購入しまして、まあいつも通りね、バイクはセルフで納車してくるっていう、
セルフ納車をね、この車でやってきたんですけど、 600cc のねバイクサイズだったら、SS のねバイクは乗るっていうのが分かりましたんでね、結構積載なんかもトランポ関係なんかも対応は可能なんじゃないかなと、このアクティバで思います。なんでね、まあもちろんあのグロムなんかもね、僕もう一台グロム乗ってますけど、あのグロム高速乗れないんですけどね、まあこのねホビオだアクティの、いとこのねホビオさんですけどね、ホビオターボですね、これも MR エンジンですね。ホビオもいい車ですよね。まあこれも程度のいいのはやっぱり状態がいいのがねなかなか残ってないんですけど、ホビオいいですね。グロムをねアクティに乗せて、遠く高速道路乗ってねちょっと遠くまで行ってグロムを下ろして乗るなんてこともできるかななんてちょっと思ったりとかしてるんですけど、まあ非常になんだろうなバイクライフと相性のいい車になったんじゃないかなと思っております。はい、ということでね、今回ちょっと、自動車の動画になってしまいましたけどね、今後ねちょっとバイクとこのアクティバン絡めたような動画もね作っていきたいかなと思っておりますんでね、またぜひ動画でお会いできたらと思います。それではね今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ではまた。いやもうねなんかいい車とかもういらなくなっちゃってるっていうね、いい車ってなんだろうっていうね、そんなことを考えながら